来月っていうか5月の課題は、パリ、フランスのパリから、電車で1時間半くらいですかね、行ったところにあるプロヴァンですね、まあ、小さな、村、町というよりは村で、もう僕が行った時でも3時間ぐらいですかね、3時間ぐらいでもうほとんど一回り、ここ歩いたなみたいな、まあ、ぐるっと回って終わりみたいな小さなとこなんですけど、まあ、場所そのものは観光客もいなくてとてもいいとこだなと思いました。下書きはまあ、緩やかにこの水路が、左にカーブしていってるんで、まあ、右側は少しずつパスラインきつめにして手前の白い壁に持ってくるという感じですかね。まあ、微妙にパスラインを消失点をちょっとずつこう、手前に右側にということですかね、であればいいかと思います。で、地平線のラインは、簡単な屋根が乗っかってますが、その屋根の下側のラインですかね、まあほぼ真ん中よりもちょっと上あたりに、地平線のラインはあるよと。で、これ春先だったんで緑があんまりついてない状況なんですが、まあ、これはこれでそのまんま絵にすると結構色もつかないし寂しいんで、私はちょっと色強めにつけています。ただまあこういう写真を見て絵にするのにあたって、まあ、自分なりのやり方とか自分の好み、まあ、そういう方向性で前面に出していただいた方がまあいいかなとも思います。まあ面倒くさいのは、例えば正面あたりの周囲よりも明るい枝ですか、要は白っぽく抜かないといけない枝も何本かこう見えてるんで、まあその辺はやっぱりマスキング使わないとちょっとこれはこれで苦しいでしょうね。まあ私はもう後ろよりも暗い、強い幹を描くことでそういう作業は省いています。まあ、光の方向は左からなんで、まあ、こっち側今描いてる面は、まあ、多少の色の変化で見せて、かつ、明るさ明度はキープするということですかね。まあ、まずはそれを主眼に入れていただいて、筆を置いていただければよろしいかと思います。で、次はこの、まあ、拳だか花水木だかは分かんないんですけど、まあ、白っぽい花、まあ、花でしょうねやっぱりね。まあこれがあるんで、ここはまあ軽めに小さくですかね、遠くだしネガティブに抜いてあげればいいんじゃないですかね。で、光は左なんで、今塗ってるあたりから徐々に右下の方向性に向かって、抜いてるこの葉の緑の明暗を微妙にこうつけるといいですね。で、まあこれやるときに、まあ、暗い色をだん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 下の方に置いていくんですけど、その明るい暗いもっと暗い、それをこう線でこうビシッと分けるんじゃなくて、少し強い色を置き出したら、その上に、その上あたりですね、ちょっと明るいあたりにもその暗さをちょっと置いてあげると自然になりますよね。まあ、見せ方としては、そんな感じ。しっかり明暗で描き分けるというよりは、その変化させた明暗を散らすという、そっちの方が正しいかな、分かりやすいかなと思いますね。で、まあ光受けてるこの小屋みたいな屋根
ですね、ここの明るさはもう絶対的に大事だと僕は思います。なのでまあ写真は色がついてんだかついてないんだかみたいな状況ですけど、まあ、限りなく紙の白で終わるという方向性がまずはいいかと思いますね。でまあこれもいつも言うんですけど、例えばこの屋根の明るさちょっと色つけたいとかって言った時にはまたあの絵が出来上がった後でもこの部分だけ触ればいいんで何とでもなります。まあそういう意味じゃ決めきらない方がいいですね。まあ逃げですね、私の言ってみれば分かりやすく言うと逃げで取っておく部分ですかね。まあ、プロヴァンっていうとなんか赤坂間違えてプロヴァンスじゃないかとかって、ね、いう人いたりするんですけど、プロヴァンスってアルルとかフランスの、西側で地中海に面したあたりなんですよね。でそこだと電車で TGV 乗って3時間ぐらいはかかるのかな、かなり端っこなんで。まあプロヴァンはむちゃくちゃパリに近いです。プロヴァンスの方がどっちかっていうと地名では売れてると思いますけどね、映画にもなってるし。まあ、次に、まあやや甘めではあるんですけど、光を、だんだん受けない部分の少しずつの微妙な暗さですねを入れています。まあ、正面にこれよく見ると木の枝がかかってる一番上のあたり、これ屋根ですよね、多分グレーが見えてるので、初め、まあ、この屋根に見せるかなとも思ってたんですけど、まあ色もないしちょっとピンクっぽい色置いてもいいかなと思ってもう置いてしまいました。下書きはねやるかなとかって言ってちょっと考えてたんですけど、もうやめにしました。で左側も今塗ってる左上のあたり、ここもまあこれこの写真じゃよくわかんないんですけど、まあ結構針葉樹っぽい枝が黒くこうあったんですけど、それをせずに建物の暗さで終わってみせようと。なのでまあぼかしで逃げてしまいました。で色も緑もちょっと苦しいんで少しグレーにして赤っぽい色を指しています。から今やってるあたり、小屋のこの、中が穴が開いてて、まあ暗いんですよね。でここの暗さはそれなりに大事なところではあるんですけど、ひさし屋根、片流れで流れてるこの屋根の形を出そうとするとぐるっとこう手前から右の方向に上げていくラインを強めに出してしまうと葉っぱが緑が描けなくなります。なので、そこら辺今やってるあたりですね、あの辺はほどほどにしといた方がいいです。で葉っぱで、見え隠れしてるそんな感じがいいかと思いますね。あとちょっと言っとくた方がいいですかね。写真だと正面この運河、運河というか小川みたいなものなんですが、正面奥に滑り台みたいなこうものが斜めに走って光受けてますけど、ちょっとさすがにこれ絵描くと何かなっていうふうに見る人思っちゃうんで、もう端折りました。描きたい人いるかもしれないですね。
今回も4号で僕はこの紙はウォーターフォードですね。まあ、暗さを追いかけていくときには僕がいつも気にしているのは ある程度暗い色、まあ簡単に言えばグレーではあるんですけど、そのグレーオンリーで、どこもかしこもっていうとやっぱ絵面白くないんですよね。で意図的に差し色してます。ちょっと何かを感じる程度の色合いですけどね。まあこういうところをちょっと差し色するタイミングがずれてムラになったりしても、まあ、そんなに気にすることは僕はないかと思ってますけど、まあ丁寧に追いかけたい方は気に入らないのかもしれないですけど、どうでもいいところです。なんか下の方に、この手前の小屋は下の方になんか道具が、小道具がありますね。なんだかわかんないですけどね。なんか帽子みたいなライトっていうか帽子かな。なんか明るければいいんですよね。で、暗い中にもなんかあるよっていう風な見せ方ができればもうそれで十分だと思います。まあ、リアル教室やってるとそういうところが一番できないって皆さん言いますけどね。よく分かんないところを分かんないなりに、筆を置くというのが、まあ、できないというよりは嫌だというか納得できないっていう方向かな。まあよくそういう話は聞きますけど、ただ現実にはスケッチ行っても写真見ながら描いてもそういうところはたくさん出てくると思います。まあ横目地ももう限りなく甘く、まあ入ってるか入ってないかという見せ方でいいと思いますよ。こういうところに強く太い目地入れちゃうともうそれだけで明度落ちます。まあ光は左からではあるんですが、まあほとんど真上なんですかね。現実は水に落ちる建物のこの左側の影を見てもらうと分かりやすいんですけど、真上なんですが、まあ今描いてるあたりこう壁伝わる緑の暗さはまあほどほどで、あんまり暗くしないで光受けてる部分をちょっと大事にしてあげてください。まあ、今やってるあたりは色がつこうがつくまいが体勢に影響ないんですけど、やっぱ明るさはキープしたいんですよね。こういうところはね、
まあ、この小屋の中の暗さが大事で、この先端にあるものはなんか明るく見えてればいいんじゃないですかね。まあ、水に建物、石張りの建物がこう浸かってるんで、下の方は水が増えたり減ったりしながらで、年中濡れてるんだから苔むした感じですかね、少し。右の白い壁に関しては今ちょっと黄色っぽいグレーで汚してます。ただ紙の白もちょろっとでいいから残しててあげるといいかもしれないですね。この辺り、この右側の白い壁なんですけど、まあ、古くなって石の壁がボコボコへこんだりしてるんですけど、まあ、さすがにこの通りに僕は描く技持ってないんで、なんか汚れたみたいになっちゃうんですよね。なのでちょっとパースの方向も効かせたいんで、上からこう目地を後で入れます。から今描いてる左のあたりもちょっとこれだと皆さんにお渡ししてる写真からはなかなかどう収まってるのか判断つかないと思うんですけど、申し訳ないんですがこれで適当にやっていただくしかないですね。まあ、これも反射光で光受けてるようなこうイエローがけの黄土色が明るく見えてるんですけど、まあ、これもやっぱりちょっと落とし加減でいっていいと思います。だから針が斜めに走ってますが、これは下側をちょこっと明るく見せたいんで、まあ、めんどくさいんですけど抜きをしました。でこんな風に抜くと、この抜いたところ上上下真ん中、そこで色がよく変わったりするんで、どうしてもそこだけ集中して抜こうと思うと明暗が変わったり色が変わったりしますんで、後で調整するできるように頭入れといてください。だからここ今塗ってるところも右側にちょこっとでいいんで、本当にちょこっと、光は当たりしないんですけどね、ここも、まあ、気持ち明るいラインで緑とぶつかってるところを、まあ2、3ミリかな、2、3ミリちょっと明るめに。だから濡れてても平気で、私は今左側の壁濡れてるんですけど、このレンガ色をもう置いちゃってます。ダラダラっとこう中に中にっていうか内側に色が流れていくけど、まあこういうところはあんまり気にしないでいいかなと僕は思うんですけどね。まあ、暗さがあればいいという感じかな。まあ、こんな感じで全体の明暗がある程度、右側明るいよ、左側暗いよというところができれば、あとは水の明暗ですね。で水に関しては、まあ、影左側にあるだろう建物と葉っぱ緑の影がこう流れてるわけですね。先端は特に、まあ、手前は建物なんですけど、まあ、これはあんまりビクビクしないでしっかりつけちゃっていいと思います。
今は影の前の段階の、水の色を塗っています。まあ、見てわかるようにこれ水引いてますね。あとで縦のタッチを入れて右側の暗さ、小屋のあたりの影とか暗さを縦にこう映し込むんで、やっぱり明るめにキープしておくのが無難ですかね。でここも黄土色っぽい色が濡れてるうちに繋いじゃう、乾かさないがいいかなと思います。で右の黄土色っぽい色を塗って、さあちょっとブルー入れるかって言った時に、乾いてるか乾いてないかは筆を一筆入れればわかるわけで、くれぐれも気をつけてほしいところですね、ここはね。で透明水彩はこうやって塗ってるそのものの色、これ、10分もして乾いたらこの色もう出ませんからね。なので、明るくなる前提で色を置いていきます。でまた乾かして今水引いてます。水のこうポツポツやってるのは濡れてる時にスパッタリング、水のスパッタリングをしてます。少し僕が今引いてる水が汚れ加減なんですね。なんでこんな風にちょっと跡が出ちゃってますけど、どうせ影入れる部分なんで気にしないです。結構教室、リアル教室やってると1日の教室だと5、6回水変える方も いますけどね。僕はあんまり気にしないんですけど、こう濡れてる時に、縦方向のタッチを入れて映り込みを入れていきます。で濡れてるわけなんで、この明るく今やってるところあたりのふわっとしたこの縦方向の明るさ、ここがとにかく潰れないように加減を本当にこう注意しながらやっていただきたいです。潰れちゃったらもうリフトするしかないですね。正確に上のものを下に移すというよりは、この水路に関してはこう水が多分5センチとか10センチぐらいの水の量だと思うんですよ。なんで映り込みはもちろん、そのたとえ1センチでも水が流れてれば映り込みは映り込みとしてあるわけですね。雨の日がいい例ですけど、なんですがこの場合こう透けてる底がこうあるんで、それで茶色に見えてるわけですから、ほどほどの映り込みで抑えるというのが、コツといえばコツですかね。今やってる右の白い壁に目地方向のラインから石がこう少し擁壁のように出っ張って、目地のところでへこんでる、また出っ張ってへこんでるみたいな感じに僕はしようと思ってます。で暖色系のグレーを使って、黄色系ですね、暖色系のグレーを使ってこう書き込んでますが、絵の具たんまりつけてますけど、雑巾で一回この画面から外れた時には
100% 私筆を雑巾で当ててます。でやや活筆、乾いた加減の、筆先で書きますね。そうするとここら辺のちょっとドライな感じは表現しやすいですよ。で、いっぺんにやろうとするとこれ塩梅ありです。なので少しずつ少しずつ強い色にしていくのがコツですね。結構しつこくやってますね。消失点の当たりを取って、左の人差し指の当たりで、ここにも大量の名刺実際はないんですよね。これ岩じゃなくてなんか土を固めたような作りなのかな。それでこうボコボコしてるのかもしれないですね。僕は目地引いてパスのラインをここに見せようかなと思ってます。で今もこの写真からにはわからないもの、まあ、窓らしきへこみを入れるんでパスラインを取ってます。シャドウグリーンです。まあ言ってみればセピアみたいな色です。赤にシャドウグリーン入れていくとまあセピアっぽい色になりますよね。濃い茶ってやつです。写真はこういう風になってないところを描いてるんで、ひさしもあんな風に針からちょこっと出したりしてます。今回は比較的この面相筆で持ってる時間長いですね。まあ一応は写真は遠くの影の方が多分木が近いところにあって、その近いものの影なんで真っ暗なんですよね。私はちょっと甘めにしてます。
写真の通りに奥を暗めにしっかり描く、それはそれで別に悪いとは思わないですけど、好みでいいと思います。少し強い色にしてますね、落ちる影を。でまあ面倒くさいんですけど、避けて抜きで明るいブルーをちょっと感じさせるようにしてます。だから今やってるあたり、写真では結構まっすぐな直線的なラインが見えてるんですが、ちょっと意識的に今回隙間を空けてで、まあちょっと揺らいではいないんですけど、そっちの揺らぎの方向でやっています。まあラインは揃えつつ、直線に見せないというところですかね。まあ直線でやったからおかしいということもないんですけど、1枚僕それで描いたんだけど、どうしても仕上がったらそこが気になったんで、今回はこんな風にしています。壁際の左の壁際のちょっと強めの、まあこれ影というよりは映り込みですかね。多分向こう側にあるこれ絵に見えてこない部分の緑の光を受けてない暗さなんでしょうかね。なんかそういうふうに感じるんですけど。音楽がちょうどいいんで眠くなるとこですね、この辺は。まあペタッとやらないで、ブルーの、まあ、見え隠れするみたいな感じですかね。私はこれで、上のレンガ部分の映り込みっぽく見せようとちょっと赤を入れてますね。そんなに感じさせる必要もないとは思うんですが、やっぱり色の変化は大事ですね。Thank you.
さっき左側の壁の下の方、まあ、あの苔むしてるような緑で少し結構強めに置いたんですけどね、こんな風にもっと強い影がぶつかってくると結構明るく見えてきますね。もっと落としても良かったんでしょうね。遠くの部分の、影に沿って縦に、暗さを入れています。なので明るい部分には置いてないです。これをエイヤーで明るい部分を潰しちゃうとダメですよ。これは大事なとこです。上の壁に落ちてる緑の影をうっすら入れてます。うっすらですよ。右手のところあたりに焦点を意識しながら弾いてます。何もないとやっぱり苦しいですよね。建物もちょっと飽きてきたんで、葉っぱの枝を描くことにしました。まあ節を作って角度を変えてあげると結構それらしく見えますよ。Thank you.
私にしては結構しつこく書いてますね。遠くに見えてる小屋の屋根の向こう側で止めようか、手前まで下ろそうか、ちょっと考えてたんですね。まあこの場合下ろしちゃっていいかなと、その方が前後関係が出るかなと思いました。まあここは結構暗い緑の中の枝になるんで、まあ、花もいっぱいちょっとしつこく僕も多く描いちゃったんで、枝のラインとしてはあんまり見せられないですね。なんか暗いものがあればいいんじゃないですかね。枝描くときはとにかくかすれて構わないんで、雑巾、まあ、もしくはティッシュで一回筆を当ててから水分をちょっと取ってから描くと細い線引きやすいですよ。でかすれて一向に構わないですから、きっちり描こうとしない方がいいですね。枝ぶり、一番上の真ん中あたりの木は枝ぶりを優先で緑を描きましたが、ちょっと飛ばしちゃったみたいなんですけど、ドライ系で、緑を入れるといいです。らしくなると思います。まあ、ここの部分は逆にしっかり緑の色がついていいかなと。まあ、ここの部分の、緑の色、まあ、明度、暗さっていうほど暗くはないんですけど、ちょっと強めにしてあげて、まあ、正面奥の緑の見え方に、まあ、意識的に変化つける。それとここを暗くすることで右の白い壁ちょっと汚しましたが、紙の白の明るさが出てきますよね。
もう一回今水引いてます。僕波形っぽい平筆あんまり持ち合わせがないんでこんな筆で描いちゃってますけど、あ、水引いてますが、波形っぽいあの横に長い平筆の大きいやつがあればそれ使った方がずっと楽ですよ。均一に引けますしね。で、乾いた後のこのブルーが手前がやっぱ弱いんでちょっと強く今入れてます。結構強くしたつもりだったんですけどね、やっぱり強い色をどんどん後から重ねていくんで甘く見えてしまいます。が緑の、光当たってる方に緑って言ってもこの程度ですね。この水の縦に落ちる映り込みに関しては強すぎるとやっぱり嫌ではあるんですけどね、ちょっと強かったかなぐらいの方が後で効果出ますね。こう塗った瞬間にちょうどいいぐらいだとやっぱり5分して乾くと物足りないっていうのが、まあ、今までの私のパターンとしてはとても多いです。水の底にもなんか石張りみたいな感じが見えるんですよね、これね。なのでちょっと明るいところを残しながらあの暗い部分を入れています。まあこれも水引いてるんでふわっと流れちゃうんですけど、まあ何もなしっちゅうわけにもいかない部分なんでやってます。ただこう水を一回引いた上に筆をあの流して映り込みを入れてまたさらにあのこういうことをしてるんで、あのずっと濡れてるんですよね、髪が。なのでまあこういう状況っていうのはとてもやりやすいですね。塗って置いて、すぐ30秒で乾いちゃうっていう状況の方がやりづらいですよね。このぐらいに来るとなんとなく水底に草が生えて、草っていうか藻が生えてて、なんかそんな感じですね、感じ。まあ僕の絵はそんな感じに見せるところを一生懸命やってるんで、まあこんなもんですね。まあ、物の形がうっすらでもこうだん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 少しずつ見えてくるところっていうのはやってて楽しいですよね。だからまあ こういうのは面倒だとか難しいとかあの思うか、やってて楽しいと思うか、そこら辺は結構大事な分かれ道ではあると思います。
俺も水引いてるところちょっと飛ばしちゃってるかもしれないですけど、10センチぐらいですかね、水は引いてると思います。10センチ角ぐらいの大きさは。まあ、この絵の肝ですよね、この界隈ね。なので、まあ、とにかくいっぺんに強くしない、それから跡がつかないように水を引いてぼかしながら、で、まあ、少しずつ明暗の階調を、微妙に、緑系と暖色系のグレーですかね、そういうところを使いながら仕上げていくという感じです。まあ、今はもう8割、まあ、9割方仕上がってきてるんで、微調整ですね。まあ結局手を入れるということは暗さを追いかけるしかもうないんで、まあ、9割手を入れるということはそういうことですね。たまにはもちろんリフトもしますけど。もうここら辺になった段階は写真あんまり参考にしないで、自分の描いているこの絵の中でここはこの写り込みがもうちょっと強くあった方がいいとか、そういう判断で、仕上げる方がいいと思いますね。ここを手入れようって言ってそこだけを写真を見てると全体のバランスが崩れてくることが多いです。ここはですね、水引かないで描いて逆に周囲を払ってますね、水で。まあ、やる面積が小さい時はこんなこともよくします。 100% 水を引いてからぼかしを入れるんじゃなくて、描いてから筆で払う、まあ、よくやります。私もまあ、絵の最後に来て結構勇ましい曲ですね。Thank you.
右側のレンガの色がこう縦に水に落ちるんですけど、映るんですけど、まあ写真見てもかなりかすか、まあ見ても分かんないぐらいなんで、分かんないぐらいに、まあこんな感じでいいんじゃないですかね。これ以上強くやるとまたそれはそれで嘘っぽくなりますので。で、水際の強さをちょっと入れて、下の映り込みに負けないようにしています。まあ、ここのとこずっとやってる入り墨の暗さみたいなところですね。右側は光当たってるんですけどね。これは水引いてます。これあの動画見てるとずっと続いて描いてるようですけど、あの間があってちゃんと乾いてますからね。その上で水引いてますんで、乾かさなきゃダメですよ、もちろんですけど。今は強い色を置いて水で払いました。少し。ぼちぼちあと 2,3 分で終わりです。ガッシュの白ですね。まあちょっとなんかキラキラ感出したいなと思って、
4月のあの芝桜の上にスパッタリングしたのと似たような感覚ではあります。ガッシュの城をスパッタリングするときはあのとにかく飛ばないから皆さん水をたんまりつけるで薄める、飛ぶことは飛ぶんだけど今度乾くとグレーになっちゃうというパターンがとても多いです。なのでこの白のドロドロさ加減がとても大事なんですよ。まあ何回か練習していただくか、もしくはあの一つ一つこうポツポツ筆で描くしかないのかな。大きさの調整って難しいんですけどね。筆はあのリスゲとかあの線描筆のように根元が深いのはやめた方がいいですね。飛ばないですから。まあこんな感じで終わりです。63分ですけどお疲れさんでございました。遊びやった方が、最後の仕上げはいいかなと思います。